ニューヨーク市議会はアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市の議会である。ニューヨーク市議会の定員は51名で各選挙区から1名ずつ選出される。市議会の議場はニューヨーク市庁舎に置かれている。小選挙区制で任期は4年である。大統領選の翌年に市議会議員選挙が挙行される。ニューヨーク市議会は強い市長議会政府として知られ、議会は 市長のチェック機能として働く。議会の役割は、市の機関や職員の業績を監視すること、土地利用方法を決定すること、そしてその他諸々の条例を制定することである。市議会のみが市の予算を承認することが許されている。各議員は最大で連続2期まで務めることができ、4年間以上議員から、 離れると、再び選出されると議員になることが可能となる。市議長は議題を設定し、議会の主催を務める。議案は、議長オフィスを通じて提出される。ニューヨーク市議会は35の委員会を持ち、また、ニューヨーク市政府の様々な機能の監視を行う。各議員は少なくとも3つの常任、または特別の省委員会に所属する。常任委員会は少なくとも1ヶ月に1度は、 会議を行う。市議長、多数党リーダー及び少数党リーダーはすべての委員会の特別メンバーである。市議会議員は年給11万2500ドルが基本給として受給される。これは2006年後半に9万ドルから増額された。議員は他にも兼任する部局や委員会の役職からも追加給を受け取ることができる。 ニューヨーク市検証は、ニューヨーク市議会を含むニューヨーク市政府の基本法である。ニューヨーク市行政法は、市議会により交付された法律の法典化であり、29編からなる。法令に則っ,った市の部局によって交付される規制は71編のニューヨーク市規則に含まれている。現地法は、州議会によって制定された法律と同等の地位を、持ち、条例、決議、規則、 および規制のようなより古い形態の自治体立法よりも優先される。各地方政府はその法律を記述、公表する新聞を指定しなければならない。州務長官はニューヨーク州の法律の補足として現地法を公表する責任があるが近年は実行されていない。ニューヨーク市の法律で重要なニューヨーク市検証、ニューヨーク市行政法、およびニューヨーク市規則は ニューヨーク市法律局の契約の下、ニューヨークリーガルパブリッシングコープがオンラインにて公開している。ニューヨーク市議会はニューアムステルダム時代の17世紀に設置され、1898年に現行の方式になった。18世紀及び19世紀中は議員はコモンカウンシルそしてボード・オブ・アル・ダーモンと呼ばれていた。英前任市長の任期中の死去により、 代理市長となった B あとにニューヨーク市長に選出される C あとにニューヨーク市長に立候補するも敗れる D 市民選挙以外で市長に選出される E あとにニューヨーク州知事に選出されるありがとうございます